何工業は、新末から、中華民国、中華人民共和国の女性政治家、革命家、画家。中国同盟会以来の革命始めしで、夫の領中外と共に、中国国民党左派として知られる。旧名は漢、別名は随漢。失名に相信同種。息子は、両昇士、娘は、両夢いで、いずれも中国共産党に属した。香港で、 各種事業を兼業していた農民の家庭に生まれる。1897年10月、両中外と結婚。1902年、両が日本に留学したのを追う形で、翌年に何工業も日本へ向かう。日本女子大学校予科を経て、女子高等師範学校予科に入学した。1906年秋、日本女子大学校に再入学し、博物科で学ぶ。 1908年、私立女子美術学校に転入して、田中頼明のもとで絵画を学び、1910年秋に卒業した。後に何は画家としても作品を残すことになる。その一方で、何工業は日本滞在中の1903年春に孫文と面識を持ち、1905年7月に中国同盟会に参加した。 以後も夫の寮中外と共に同盟会の活動に積極的に従事している。中華民国成立後も第二革命、五法運動において孫の下で活動した。1922年6月、半孫のクーデターを起こした陳敬明に寮が拘束された際には何が手を尽くしてこれを救出している。1924年1月、中国国民党が 1> 第1回代表大会を開催すると、何工業は、同等婦人部長に選出され、各種女性運動を展開する。また、両中外と共に、連れどもの党内左派人士と目された。翌1925年1月、孫文が北京で重病に倒れると、何はその下に駆けつけ看病に従事し、3月の孫の死も見とっている。孫子も夫を助けて、 政治活動を展開したが、同年8月20日、寮と何が、東本部正門を出たところを傍観に狙撃され、寮が殺害されてしまう。これ以後も、何工業は、寮中外の意思を受け継ぐ形で、当人としての活動を継続した。第2回全国代表大会でも引き続き、婦人部長に選出され、北伐の広報支援のために老隊、救護隊の組織に従事した。しかし、 1927年4月の上海クルデターを経て、蒋介石が党内権力を掌握し、武漢国民政府の王朝明も同年7月に中国共産党との決裂に至ってしまう。連ねどもを唱える、何は地位を保持しえなくなり、間もなく事実上、下野して欧州に去った。1931年9月、満州事変が勃発すると、 何工業は帰国し、後日の社会運動を積極的に展開する。以後も、総経営や表玉省らと連携して、小解席に後日方針の貫徹を迫り、さらに1936年11月に、七君子事件が起きると、これへの抗議も展開した。西安事変を経て、第二次国境合作が成立してからも、何工業は、貫女どもの立場で、政治活動、 社会運動を継続し、さらに反省解析の立場を取る政治家たち、特に関東軍出身の利渡る不可らとの連携を強めていく。日中戦争終結後の1946年秋、何工業は甲州での中国国民党民主促進会決成に参与した。まもなく省解析の圧迫を受けたため、香港に移って同会の活動を継続している。 1948年1月には中国国民党革命委員会の結成にも参加した。1949年4月、何工業は香港から北平に向かい中国共産党の政権への参加意思を示した。同年10月、中華人民共和国が成立すると何は中央人民政府委員会委員に任じられた。 以後も中国人民政治協商会議全国委員会、副主席、歌協事務委員会主任、中国美術家協会主席、全国人民代表大会常務委員会、副委員長、民側主席、中華全国婦女連合会名誉主席などの要職を歴任した。1972年9月1日、北京にて病没、去年94、南京市の孫中山両棒で、 両中外と共に埋葬されている。ありがとうございます。